なんか切り抜きで見たんだけどさ、矢後さんって言ってたらさ、なんか矢後さんって呼び方わろたみたいなこと書いてあってさ、切り抜きのコメント結構一緒に見てるんだけど、おもろうと思って見てたら、矢後さんってなんでそんな面白がられてんのかなって思って、矢後さんで調べてみたら、なんかトンボらしくてトンボらしくて矢後さん、俺さ笑っちゃってさ、そうなんだみたいな、矢後さんじゃないのって、なんか誰かがさ、社長の名前覚えてなさそうみたいな。谷郷さんって分かったの、デビューして多分3ヶ月目ぐらい。いや、ルシア、なんか面接の時喋ってるやろって書いてあるんだけど、デビューする時も、矢後さんと通話だったから。会ってないんだよね。通話だったから。今度ちょっとスタジオ行って、矢後さんがいて挨拶 したいなと思って。はい。してきますね、じゃあ。で、もし挨拶できたらみんなにまた報告するね。矢後さんと挨拶できたみたいな。大丈夫か、殴り合いになんないから、急に。おらーとか言って。平気かな。通話で話してた矢後さんじゃ なかったらどうしよう。戦闘民族だったらどうしよう。オラルシアーとか言って。てめえ調子に乗りやがってみたいな、急に。いつもおめえぐちぐち言ってきやがってとか言ってきたらどうしよう。その時はぶん殴ればいいか。拳で対抗するわ、矢後。もし、ちょっと、矢後さんと会ったら、この、ルシアのね、平手で、グーで行こうかな。もしなんか、ポンってされたらもう、ちょっとボコボコにしてくるね。で、ルシアが乗っ取ってくるわ。わあ、これからカーバーの社長じゃーっつって、次からちょっと名乗ってくるね。で、ココちゃんを連れ戻すね。連れ戻そうぜ。ココちゃんに断られたらどうしよう。ルシアパーセン社長きついんですけどーとか言って、私が社長の場だったらいいかもしれない、ルシアパーセンとか言ったらどうしよう。あ、そうしたらルシアの社長を交換すればいいのか。いいよっつって、もう全部任した。裏破壊と切り。いいじゃん、ココちゃんがさ、ぶっ倒してルシアがさ、生き返らせる係で。めっちゃ良くない？フリー、ルシア、フリー、やだなー。ルシア、なんて呼ばれるんだろう。ウルファーって言われるのかな。なんて言われる、ウルハルシア。ウルハルシア、なんて呼ばれるんだろう。やだなー。